土曜の夜はポンテだよ。明けましておめでとうございます。はい、今日は新年初運行です。はい、久しぶりのタラックなんでちょっとすごいワクワクしてるんでテンション高めです。はい、では安全運転で行ってきます。はい、着いたんで積んできます。ピンピン。積み込み完了しました。もうね、久しぶりに動いたからめっちゃ体痛いわ。肩甲骨がゴーよいしょ。さあ2回目いきましょう。はい、ちょっとお昼休憩のご飯買ってきました。チキン飯、卵、ひじき、ピザと、食べて。めっちゃ今日疲れとる。めっちゃ今日なんかしんどいわ、体が。なまってたね。手もめちゃくちゃだるい。ちょっと体力つけて2回戦目いきます。はい、お腹がいっぱいになったんでこっちは仕事が終わった後のご褒美にしようと思います。よし、2発目行ってきます。はい、着きました。では空の台車を下ろしてもう一回積んできます。積んで出ました。結構多いかと思ったらそんなに物量なかったです、休憩せずにさっと行けばよかったね。これ読めないんだよね。はい、到着しました。では下ろしてきます。はい、はい、下ろし終わりました。下ろしてたらね、お年玉っつってもらっちゃった。もらっちゃったお肉、うわー嬉しいなはい、まあ今日はみんなに明けましておめでとうございますも言えたし、はい、みんなの顔も見れてとっても楽しい一日になりました。はい、じゃあ会社に帰ります。
車庫に帰ってきました。ちょっとね、洗おうかと思っていたら雨降ってきて風がブワーって吹いてきたんで、ちょっと別日にしようかな、うん、はあ、めっちゃ急に寒いわはい、あの新年初運行はちょっとあの作業とかも体が鈍ってたりねこう流れ作業いつもスイ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 しおるのが少しのんびりでした。はいね、まあ、じゃあ安全第一で終わったんで、はい、まあ、今年も1年頑張ろうと思います。はい、それでは次回の動画もご覧ください。ご安全に。雨じゃないな。